タランラキ山は、ニュージーランド、北島のタランラキ地方にある標高2518メートルの山、安山岩を元岩とする清掃火山で、エグモント山とも呼ばれる。ほぼ全山がエグモント国立公園になっている。初登場は1839年、エルンスト・ディフェン・バッハラによる、ニュージーランドの先住民族、マオリの言葉で、輝く山の意味であり、タラは、 山頂を、亡きは輝きを意味する。冬に山頂部が雪に覆われ、輝くことに由来すると考えられている。周辺に住む意味によって名付けられた。ニュージーランドを調査したイギリスの探検家、ジェームス・クックは1770年1月11日に、エグモント山と名付けた。これは、メガ・ラニカの海洋探査の構想を支持していたジョン・パーセバル・エグモント伯爵2世の名にちなむ。 マルク・ジョゼフ・マリオン・デュフレーネは1772年3月25日に、タラナキ沖から上陸し、ピクマスカリンと名付けたが、クックが来訪したことを知らなかった。1986年5月29日まで、地図上では、エグモント山と記載されていたが、国土大臣がタラナキ山が代替的で公式名称であると採決した。エグモントさんの名称は、 国立公園の名称に用いられ地質学者は今でもエグモントと呼ぶ。2019年12月21日にエグモント国立公園から鉄パパクラをタラナキに変更されたがニュージーランド地名委員会は批准していない。タラナキは地質学的には若い火山である。約13万5000年前に活動を開始し、最近では1850年代に加工に、 溶岩ドームを形成した後、側面が崩落した。最後の大噴火は1655年頃に発生したと考えられ、過去9000年間では、小噴火が平均して約90年ごとに、大噴火は約500年ごとに発生している。マッセイ大学の研究で、今後50年以内に大きな地震活動が起こる可能性があると発表し、火山灰が東に吹き、 北島の大部分を多い交通機関やライフラインに影響が出ると予測された。ニュープリマスにあるパリトゥトゥイは標高156メートルと沖合のシュガーローフ諸島は175万年前の活動によってできたものである。ニュープリマス南西約15キロメートルの海岸には約50万年を最後に活動したカイタケ山脈がある。地域一帯は ラハールの危険にさらされており、海岸まで到達するとされている。タラナキに最も近いプアカイ山脈は、カイタケ山脈に同時期に発生し、約24万年まで活動していたと考えられている。プアカイの広大なクレーターは、タラナキによって破壊されたもので、エルサム近くにある丘陵は唯一のものである。山用は、円錐形の富士山に似ており、山麓で、 映画、ラストサムライが撮られたことでも知られる。a b c d タラナキ、スミソニアンインスティチューション、グローバルバルコネザムプログラム、2017年7月閲覧、エグモント山エグモント国立公園、ポーアカイサーキット、ニッツトック、2014年11月3日閲覧、ラストサムライのロケ地となったタラナキ、ありがとうございます。